週木曜日の日朝同盟の時間で、私たちは朝鮮半島の時事問題を南も北も、正確に日本の皆さんに伝えることを過去5年近く行ってきました。今ほとんど日本のメディアにおいては北朝鮮の表の一部を報道しておりますが、真実毎日何が起こっとるかは全く伝えられておりません。これは NHK をはじめテレビのニュース番組にでもほぼ出てこない、出てくるのは一部の画面に偽情報がうろうろしているのが出てくる。そして偽情報が子供を連れて核実験場に現れて子供をアピールしている、女の子供を、それを見てこの子供が後を継ぐんだなということも付け加えられた形で、日本の人々は女の子供が後取りになるんじゃないかというようなことが、世間の噂として流れておる。これも全くデタラメなことであって、金正恩はもう亡くなって4年5ヶ月だ、4年5ヶ月を迎えている。そしてジョンのその実質国家を動かしているのは妹のキム・ヨジョンさんである。非常に優秀な優れた指導者として、その4年間表には立たなくても非常にいろんな面で北朝鮮の国民が幸せな生活がこれから続けていけるような改革を表に立たずにやり遂げた指導者であると私たちは伝えてきました。まさに、北朝鮮の統一に向けても彼女の力があれば可能になるであろうということも我々は言い続けてきたわけ。その彼女が世界で最も優秀な優れた政治的指導力のあるウラディミール・プーチン大統領と蜜月の関係を作った。これはものすごく北朝鮮が大化けするということを意味するわけです。だから大きな力が日本からではなく北朝鮮からユーロシアに向けて、これが大きなうねりとなっていくのではないか。それほど世界に影響を与える人物であると、これから先は分からないといえどもです、彼女が生きてロシアとの関係を続けていけるならば、私は大きな力に発展するであろうと思います。だから日本はこの力とともに、日本も一つの新しい時代を築かなければならない。で、彼女との首脳会談は絶対に一日でも早くやるべきである、このように我々は感じているわけです。今北村茂さんもそのために紛争しておられることであろうと思いますが、ぜひ頑張っていただきたい。そして日本の皆さんもこの北朝鮮が今どのような力を持ち出すかを
よく調査して、調べた上で北朝鮮と共にというその国家戦略のための動きを取ってもらいたいと思います。そういう中で今日も実践実学大学の山口教授にその直接得た情報を発表してもらいたいと思っております。実践実学大学の山口です。北朝鮮では、非常に今この、力が湧き上がってくるような雰囲気が出てきております。で実際この度ですね、北朝鮮の労働者が150人が新たに国内で採用されて、これでロシアの、ウクライナの、戦争をやって、ウクライナ中部のドネツク州に北朝鮮が労働者を派遣するということで150人を、集めました。これは数字的には少ないかもしれませんが、とりあえず数字として出てるのは150人。同時に、相当数の兵士も集められたことだろうと推測はしますが、要するに労働者として150人、これがドネックに州に派遣される、この復旧工事に派遣するということなんですね。これは世界的にはロシアが一方的に併合したという宣言をしたということなんですが、北朝鮮としてはいやロシアが併合したんだからそこの復旧は早くやらなきゃいけないという、むしろ北朝鮮側が積極的にこの復旧工事に参加しようという姿勢なんですね。それで集められた150人は、彼らは平壌国際空港から国営の高陵航空便でウラジオストックに到着して、もうすでにウラジオストックに到着して、そこからモスクワ経由またはボルゴグラード経由でドネツクに向かったと、ここまで言われております。このプロジェクトに関わっているのが対外警察指導局と社会安全局、これの警察庁ですね、それの傘下の3つの事業所がこの人集めをやったということなんです。で北朝鮮の労働者たちは現在現地で住宅や学校、商業施設など建物の、再建作業に携わり始めたということなんですね。で復興作業はロシア人も参加しているんですが、彼らは主に通信それから橋梁などインフラ技術的な部門で働いて、北朝鮮労働者は建物の復旧作業ということを担当は、はっきり分かれているようなんですが、要するに、作業を中心にやってるわけです。で北朝鮮は2022年、ロシアで働く北朝鮮の労働者から一部選択して、それで、ロシアにウクライナ関係の、ことでロシアにそのまま帰国させないで送った経緯があります。でそういう絡みで、この今回は新しく現地北朝鮮内で新しく労働者を集めてそれを送ったということなんですね。ロシアに対するウクライナの戦争で、北朝鮮ではロシアが勝利を収めていると、ドンバス地域は確実にロシアの占領地だと見ており、さらに強力に力を入れる考えを、まで示したと。なおドネックに派遣された北朝鮮労働者たちは北朝鮮の政府への上納金というノルマがあるんですが、これを引き下げられている。その上にロシアの企業などから危険手当が加算されているということなんですね。その額は毎月6万ルーブル、日本円で今の計算で9万8000円ぐらいから7万ルーブル、約11万5000円になると言われて、北朝鮮労働者にとっては
かなりの高額で、今注目が集まって希望者が、まだまだ増えているというような状況です。まあ、今までの、もう2023年の段階で、何万人という単位の労働者が現地でもともと出稼ぎにいてて帰らなかった北朝鮮人がウクライナの土木作業等にですね、送られたと。また2023年の秋には離れの兵隊が軍隊の陸軍の兵隊が何十万人戦争に応援に行っていると。で今回150人というのは復興作業の計画を作るエキスパートを送ったんではないかと。で労働者数にも何万人というのはおるだろうし、その労働者の中にはロシア人もおるだろうし、またはイラン人労働者も中央アジアの労働者もウクライナには行ってるはずだ。だからそれらを監督する総合的な推進力の持てる指導者がね、現場監督がね、現場監督のエキスパートを150人今緊急に飛行機で送ったと。すぐにドンパツで復旧作業をやれと、まあ、いうことじゃないかと私は思います。その通りでしょう。それで危険手当っていうのをロシア側からもらって、やってるから今まだ収まってない地域で、それでもしかするとこの兵隊かもしれないという見方もありますね。軍の中の、土木プロジェクトとか、建設プロジェクトとか、そういうエキスパートを150人緊急に送ったと。それはプーチン大統領からキム・ヨジョンさんに要請があって、まあ、すぐに答えるからね、彼女は。もう通過だから、やったんではないかと思います。